長崎絵師通り達次郎は書き下ろしで刊行されている佐伯木康秀の時代小説シリーズ。佐伯木康秀がそれまでの国際派ミステリー小説作家から時代小説作家へと転向して密命の次に上司した書き下ろし時代小説がこのシリーズの一巻瑠璃の寺である。ただし作者のインタビューによるとシリーズ化は想定していなかったということである。 当初は、瑠璃の寺というタイトルで、後に、春季文庫より観光される際に、奇襲の剣と解題した。2003年には、続編として、白古の剣が観光された。白古の剣では、達次郎が長崎へ帰還したため、主要な舞台は、江戸から長崎に変わっている。教皇四年八作、末樹家の維持、重吉を連れて、江戸に来た、長崎の絵師、通りり達次郎。 達次郎は、末路や没落の原因となった、密貿易が冤罪であることを証明し、家を再興させるために、江戸に出てきた。しかし、そこで知った事件の真相は、教皇六年、盲目の少女、おしのの目の治療のため、長崎に戻った達次郎に、長崎の町年寄りたちから、オランダ相手の密貿易の尊りとなるよう命が、下される。密貿易の利をめぐって、 当人の秘密結社、黄金刀の資格との戦いが繰り広げられる。角川春樹事務所より観光、春樹文庫より観光、奇襲の剣白庫の剣、ありがとうございます。